皆さんこんにちは、高橋リナと申します。普段は読者モデルやサロンモデルなどをさせていただいております。えー、今日は私のスキンケアのルーティーンをご紹介させていただきます。えっ、ー、とまず最初にえっ、ー、と3年前まで私はすごくニキビとかこうちょっとできものが出やすい肌で油分と水分のバランスも少し良くなくてすごく悩んでいた時に。 皮膚科にもよく行っているお友達、肌の少し弱いお友達に相談したところ、あの、オルビスさんの商品がいいよと言われて、そこからすべ、えー、て切り替えて、スキンケア、メイク道具、ベースの方もそうなんですけど、えー、1年目にして全部、あの、ニキビが出なくなって、今じゃもうすっかりリピーターになっているんですけど、えー、今日はそんな同じ悩みの方もいらっしゃると思うので、 ぜひご紹介させていただきます。えっと、まずこう洗顔、メイクを全部落とした後にいつもやっていることなんですけど、こちらのオイルカットホットクールジェルと言って、えっと、私は主に T 字のラインのゾーンと、あと鼻の毛穴を、これはお肌で、ね メイクで詰まった毛穴汚れを取ってくれる、えー、ジェルなんですけど、最初、こう、ひんやりして、こう、マッサージをしていくうちに、熱くなってくるんですね。で、また少しひんやりに戻って、えー、そうすると、こう、ちょっと、お水かお湯で流すと、もう、ツルツルになってくれます。で、これは、今言った T のラインと鼻で、私少し、 分けて、部分で分けているんですけど、次がアクアピーリングジェル。これは普通に冷たいです。えー、これは毛穴の汚れとか詰まりを取るというよりは、えー、角質を落としてきれいにしてくれます。で、頬の部分とか、あと、おでこの大きい部分、そして顎、ちょっと肌の中でも強い部分にこれを使っています。 でこの二つが終わった後に少しだけ量を出して全体的に使うのがこのオイルカットのパウダーウォッシュです。これも大人ニキビで悩んでいる方におすすめのパウダーなんですけどこう手に少し取ってお水でこう溶いて少し泡立ててからつけます。えー、と私は全部 お化粧するにも、メイク落とすにも、全部、自分の手でやってます。で、で全部、メイク落とし、ケアが終わった後に、こちらの、オイルクリアローション、しっとりタイプ。これを、私は、えー、化粧水として使ってます。これを全体的に、こう、パパパ,パーと、染み込ませた後に、少し、 時間を開けて、大体1分ぐらい開けて乾いてから、次の、この、同じシリーズなんですけど、え、オルビスクリアモイスチャーのしっとりタイプです。これを保湿液として使ってます。で、この2つなんですけど、私はクリームなどは使わずに、ケアもこれで。で、いつもメイクをする前に洗顔した後にこれをつけて、 そして、メイクを、ファンデーションを塗ってるだけです。これを、特にこの二つを使い始めてからは、お肌がすごくあの復活してくれました。なかなかやめられないんですけど、そろそろ、あの、大人ニキビ用クリアから、卒業して、普通のを使おうかなと思っているところです。でもこれはもう、リピート決定です。で、最後に、 私は週5日、えー、飲んでるサプリメントなんですけどこちらもオルビスのヒアルロン酸今年の夏に、えー、使い始めましたで結構撮影とかが入っている前にお肌で悩むことが多かったんですけどこれを一回飲んでからすごくハリだったりこうしっとりで 油分と水分のバランスもすごく良くなるのでおすすめですで。1日2粒を目安に飲んでいます。特に変な味がするわけでもなく、あの、飲みやすいと思いますので、ぜひおすすめです。はい、以上、私のスキンケアのルーティンでした。